皆さんおはようございます。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開頑張っていきましょう。この動画はジグザグという作品の振り付け解説動画パート3となっています。ダンス初心者の方で16ビートが連続して続くとリズムがもたったりとか、頭がショートしてしまったという経験がある方いらっしゃいませんか？または現在進行中でお悩みの方いらっしゃいませんか？さらに腕からボディ、ボディから足とどんどん16ビートの連続が移り変わっていくことでどんどんテンパってしまうというダンス初心者は多いはずです。しかしリズムがもたっていることに気づかない、動作しているだけでダンスの表現として届いていない、こんな状況に気づけない人も一定数いるようです。今回のパートではロッキンの振り付けからいきなり技であるドルフィンにつないでいく、まさに16ビートを連続した振り付けになっています。ロッキンは腕にも細かな決まり事がありますし、ファンキーなビートを取っていきます。まさにお伝えした課題を克服するにはうってつけのジャンルとなります。しかしご自身が選んでいるのはロッキン以外のジャンルなんだよねという方もいらっしゃると思います。しかし16ビートの連続を部位別に取るという初心者にとって大きな課題を乗り越えていくのに、一度ロッキンの振り付けに取り組んだことで他のジャンルに活かせたと感じる生徒は多いようですので、ぜひ皆さんも一度ロッキンに取り組んでみてはいかがでしょうか。このような理由から発表会などで全体作品を実施するときは、私は振り付けで頭かラストのユニゾンではロッキンを選択することが多いです。連動する回路がつながっていくことと思います。関連動画として本作品ジグザグはショート動画の方ですでに公開済みです。そして振り付け解説動画の方も完成まで順次アップしていきますので、ご興味がある方ぜひトライしてみてください。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV ではダンスレクチャー動画はもちろんのこと、筋トレやストレッチなど皆様の私生活にもまつわることをお届けしていきたいと思っています。チャンネル登録、グッドボタン、そして通知ボタンも押していただけるととても嬉しいです。さあそれでは縦のリズムを大事にしてファンキーなビート表現できるように頑張っていきましょう。5、6、7、レッツゴー。Thank you.
皆さんお疲れ様でした。ジグザグパート3いかがだったでしょうか。立ち踊りからドルフィンにつなぐこのつなぎ目が怖いなと感じた方もいらっしゃるかもしれません。別動画ドルフィンの動画では2本にわたってまさにこれからドルフィンに取り組む方、そしてドルフィンができるようになってこれからまさにどのように踊りに取り入れていこうか、そんな方々に参考となる内容となっていますので、ぜひねご覧いただけたらとても嬉しいです。こういう速い動きが連続した動きの振り付けって最初は混乱するんですけれども、慣れていくとだんだん気持ちよくなっていくんですよね。ダンスの楽しさを感じられる一つの醍醐味でもあるかなと思っています。それではポイントだと感じた部分を簡潔にお伝えしていきたいと思います。大まかに4カウントのセットが3つ、そしてドルフィンのセット、この大きく分けて4つのブロックに分かれているんだと覚えると振り覚えも早くなっていきます。このように構成を見分ける力というのは振り覚えにも直結していきます。この振り付け手先足先だけでもこなせますが、ボディでリズムを感じるようにしてください。その違いはアクセントの重みに現れます。ストップのところではできるだけ拍間を長く感じさせるように取ってほしいです。ドルフィンは自信のない方はいきなりバーンと取り組むのではなくて、ドルフィン単体がしっかりとできるようになってから徐々にレベルアップしながらつないでいってくださいね。怪我には注意です。関連動画として本作品ジグザグはショート動画の方ですでに公開済みです。振り付け解説動画の方も順次完成まで公開していきますので、ぜひねご興味を持っていただいて取り組んでください。お願いします。その他振り付けで利用している各テクニックもレクチャー動画ご用意しているものたくさんありますので、ご自身に合った動画チョイスしてぜひねブラッシュアップにお役立ていただければと思います。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV では皆様がエナジーあふれるダンスライフを送れるように、そして少しでもハッピーにつながるように動画を作っていきたいと思っています。チャンネル登録、グッドボタン、そして頻度高く更新もしていますので、ぜひ通知ボタンも押していただけるととても嬉しいです。いつもご視聴いただいている皆様、本当にありがとうございます。皆さんは人を客観的に見るときってどんな部分に着目して見ていますか？先日あるリハーサルでグループごとに分かれてリハーサルをしてもらっていたんですが、しっかりとそのグループ内を仕切ってくれる子がいました。少しおとなしめでちょっと前まではあまり自信のなさそうにしていたその子が、仲間のために尽くす姿は頼もしく、そして素敵に見えました。ダンスで本番を重ねていくことで徐々に身につけていった自信がそうさせているんだと思います。そういった隠れた力を引き出せるダンスの魅力ってすごいなと思うと同時に、各個人の長所を環境の中で活かせる、そんな環境づくりに励みたいなと思いました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。